が綺麗ですね。いやー素晴らしい。ちょっとこちらの方行くとちょっと深いですよ。もう見る限り深いですね。すごい、めちゃくちゃ綺麗。すごいな、めちゃくちゃ綺麗。紅葉もちょうどですね。本当に本当に綺麗。今日はね、何気に寒いんですよね。めちゃくちゃ10度ぐらい、いや12度ぐらいか、マックス12度ぐらいの気温でございます。本当に誰もいませんね。大丈夫ですね。もう言うまでもない。大丈夫だ。大丈夫だ。大丈夫ですからね。大丈夫、本当に大丈夫。寒いですね。あーでも日が当たるとめちゃくちゃ暖かい。温度差が激しいです。これはタラ郷でいいんですかね。タラ郷森林公園遊歩道。これはもうすぐあの橋を渡ってすぐのとこなんですけど、これをね行こうと思うとなかなか距離があります。遊歩道を利用する方へ、この遊歩道は周回コースではありません。終点までは約3キロ。アップダウンが多いため、約1時間半ほどかかります。吊り橋っていうんですか、これは。めちゃくちゃ安定してますね。長さは50メーターぐらいですかね。あ、若干揺れますね。いやーすごくいいところ。来る途中はもうずっと曇りだったんですけど、晴れましたね、こっち来て。いやーちょっと最後の いいところでした。ちょっと今川の
川下の方には歩いて行ったんですけど、ちょっとね川上の方行けるのかどうかちょっと行ってみましょう。さあ吊り橋終了ですね。よし、ちょっと待ってください。一応な多分人が来る設定で、あの駐車道路が非常に狭いために、一方通行で案内してるんですけど、警備員さんが3人4人ぐらいこうトランシーバーを使いながらやってるんですけど、今現在駐車場には僕の車が1台のみですね。先ほどまではね 5,6 台止まってたんですけど帰っちゃった。いや、多良京森林公園吊り橋、あ、72メートルありましたね。72メートル、福音が 1.2 メートル、十分人がねこう行き来ができる状態の橋ですね。いや、あ、綺麗。こっちは降りていけないのかな。なんか行けそうな感じしますけどね。ギュンと。こっちからも降りれますね。よし。おー、すごい。こっちの方がいいかも。もう橋を渡るのも楽しいんですけど、橋を渡った先はまあ遊歩道をずっと歩くか、3キロの道のりを歩くか、川の方に降りて河原で遊ぶかで、橋をまた渡らずに駐車場の方から下っていく道が今いるところですけど、こっちはなんか何ですか、なんかいいですね。僕こっちのが好きです。これこっち行っていいのかな、道ではないですが、なんか道という道ではないですけども、なんか行きたくなる感じ。わあ素敵、いいですね。いい苔ですよ。いい苔ですね。さあさあさあ、うお、怖い怖い怖い。上からねちょいちょい降ってきます、いろいろ。これ今思ったんですけど、この目の前の川はですね、この今いる場所、多良京のこの場所をこう囲むように U ターンしてる。これはねちょっと表現難しいんですけど、すごいカーブをしてます。ここにある川がぐるーっとカーブをして、ずっとカーブをして、あの橋の方ですね、橋の方にカーブして、さらにまた奥で曲がると。非常にこの自然をうまく利用した場所でございます。というわけでこちらは特に何もございません。下に降りれるようなところではないですね。
はい、というわけで、平山茂でございます。改めまして皆様こんにちは、本当に今日も一日皆様お仕事お疲れ様でした。本当にお疲れ様です。もう大丈夫です。大丈夫、あなたは大丈夫ですから。大丈夫ですからね。大丈夫ですよ。大丈夫です。大丈夫ですから。本当に大丈夫ですから。大丈夫、大丈夫、大丈夫。あなたは大丈夫ですから。本当にもう大丈夫です。大丈夫。今日はたら今日からお送りいたしました。今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた明日。おやすみなさい。平山茂でした。ありがとうございます。